皆さんこんにちは、みやです。いつもご視聴、コメント、高評価をありがとうございます。秋もすっかり深まり、朝晩だいぶ冷え込むようになってきましたね。今日はこの時期ぜひやっておきたいクリスマスローズの秋の作業の一つ、鉢植えのクリスマスローズの根を崩しての植え替えをやっていきます。クリスマスローズのこの時期できる作業として、他には移植や株分けなどもありますが、今回は根を崩して行う植え替えについて、初心者さんにも分かりやすく、どのような株が植え替えした方がいいのか、鉢の選び方、根の崩し方、土の配合など実演しながら詳しく解説していきます。植え替えの予定のない鉢植えのクリスマスローズの秋の作業についても解説していきますので、よろしければ最後までご覧ください。それではスタートします。まずどのような株を植え替えした方がいいかですが、この株は冬に購入して鉢増ししないまま、このポットのまま過ごさせてしまいまして、ものすごいかわいそうなことをしてしまいました。こういう株はすぐに植え替えしてあげてください。この株は今年の冬に鉢増しはしておいたので、通常でしたらこういう株は私でしたら来年の秋に土替えします。まだ鉢増しして1年経ってないですのでね。なんですけど、この株は多分この秋に地植えにすると思います。あとうちにはないんですけど、2年以上植えっぱなしで全然土を変えていない株、鉢のサイズを大きくしたくない株もこの時期根を崩して土替えしてあげるといいと思います。冬から春の植え替えの時は根をあんまり崩さない方がいいので、根をいじれない分土もあんまり落とせなかったですので、鉢増しするしか方法がなかったのですが、この時期は土をしっかり落として植え替えできますので、鉢を大きくしたくない場合も新しい土に入れ替えて元の鉢に戻すことができます。鉢の選び方についてです。まず今植わっているポットの号数を確認しておきます。ここに135と書いてあるのが見えますでしょうか。これは鉢のサイズが 135mm 13.5cm という意味で、号数に直しますと1号が 3cm で換算しますので、 13.5cm は 4.5 号ということになります。それでここに書いてある深鉢というのはロングポットという意味ですので、この鉢は 4.5 号のロングポットということになります。クリスマスローズは直根で、根がまっすぐ下に伸びていくタイプの根っこですので、できるだけロングポットを選んであげるといいです。クリスマスローズは過湿を嫌う宿根草ですので、ポットのサイズはできましたら1号ずつ、根がぐるんぐるんに回っていましたら2号サイズアップでも大丈夫な場合もありますが、できましたら1号ずつ大きくする方がいいです。例えば早く大きくなってほしいからといって、4号からいきなり7号に鉢を大きくしますと、根に対して土の容量が多すぎて土がずっと湿ったままで、いつまでも水がはけず根腐れを起こす原因となってしまいます。でこれが 4.5 号のロングポットですので、理想は 5.5 号のロングポットですが、このスリットポットは 5.5 号ロングポットっていうのは売っていません、はい、でこれは5号のロングポットとシールが貼ってあります。でこちらはシールは貼ってないんですけど、これは6号のロングポットになります、はい、ここに 180L って書いてありますよね。 180mm は18センチですので、3で割ると6号ポットという意味になります。それの L なのでロングという意味ですね、はい、こちら6号のロングポットです。ですので 4.5 号のロングポットから6号のロングポットに 1.5 回りの鉢増しで、サイズ的には理想ではないかなと思います。でこのスリットポットはバラにもよく使っていて、クリスマスローズの成長にもすごくいいと言われています。実際このポットで健やかに成長してくれていますので、とってもおすすめなんですけれども、なんとなくこのままだと鑑賞価値が落ちてしまいますので、このスリットポットに植え付けて
このようなちょっとおしゃれな鉢をカバーにして飾りますと、こうやって横から見るとスリートポットが見えませんので、ぐんとスタイリッシュに見えるのではないかと思います。ですが、こう上から見るとやっぱりスリートポットがどうしてもね丸見えなので、これがなんとなく気になりますので、今回はこのおしゃれな陶器のポットに植え付けていきたいと思います。ですが、これですとスリットポットよりは水はけが悪くなってしまいます。あと陶器鉢って底穴もあんまり大きくないんですよね。なのでスリットポットに植え付けるよりは、さらに水はけの良い土をブレンドしてこの陶器の鉢に植え替えしていきたいと思います。はい、それではこちらのクリスマスローズポットから出してみたいと思います。はい、根がねしっかり回っています。あとこちらね、白く先っちょが白くなってますよね。これは休眠から覚めて根が動き出しているっていうね様子ですね。できるだけこのような根っこを傷めないように根をほぐしていきます。で、こういうのでガリガリやりますと根がねどうしても切れてしまいますので、できるだけ根っこを傷めないようにほぐすのに、これで叩いてみましょうこの木槌っていうかゴムハンマーなんですけど、これは100均でね売ってたみたいです。これはレンガを施工する時にもねよく使います。あとゴムハンマーがなければ、こういう木でもねできるかなと思って持ってきたんですけど、ちょっとやってみます。このブリキのこれがねちょっとペコペコするので、これでやってみましょう。はい、なんか叩いただけでもだいぶほぐれてきたように見えますね、はい、これだとほとんど根っこが切れずに、はい、根がね少しほぐれました。はい、だいたい土が落ちましたら、このような熊手みたいなものがありましたらね、こういうもので軽くほぐしていきます。だいぶ土が落ちたと思います。はい、これくらいでいいんじゃないでしょうかね。はい、でこの上の方は結構この雑草のねこの種とかもう雑草が出てますけど、雑草の種も結構こう落ちて出てきますので、上の方は少し強めにガリガリ土を落としておきます。はい、いいですね。はい、これくらいでいいと思います。はい、それでは土を配合していきます。このようなスリットポットで育てる場合は、市販の培養土7割、赤玉土3割くらいの割合がいいんじゃないかなと思います。で、今回は陶器の鉢に植え付けていきますので、少し水はけに気をつけて植え付けていきたいと思いますのでね。で、特に我が家の場合、通常のお宅より加湿が結構強いので、もう少し水はけにこだわって土作りをしていきます。で、今回考えました配合はですね、市販の培養土5割、赤玉土の小粒2割、硬質炭1割、軽石の小粒1割、鹿沼土の硬質の小粒1割、はい、この配合でやってみたいなと思います。あと鉢の場合は環境性肥料のマガンプ系とウルトラン DX も混ぜます。はい、それでは土を配合していきます。
土の準備ができました。これから植え付けをしていくんですけれども、このほぐした根っこですね、もちろんこのまま植えても大丈夫なんですが、もう一こだわり、これをやるともっといいよというのをご紹介しておきます。はい、これは珪酸塩白土です。ミリオンという名前でもよく売られている粘土鉱物になります。これは根腐れ防止になるんですね。クリスマスローズは加湿を嫌いますので、これを土に配合したり根にまぶしておきますと根腐れ防止として使えます。よくハイフレッシュという名前で売られている根腐れ防止剤は珪酸塩白土を粉末にしたものだそうです。この配合した土の上で根っこにこのように珪酸塩白土をまぶしますと、この土の上にこれこぼれますよね。これもこの後土の一部としてよく混ぜ込んで使っていきます。それではこちらの陶器の鉢に鉢増ししていきます。このような鉢底ネット入りの鉢底石が売っていますのでね、こういうのを使ってもいいと思います。こういう感じですね。はい、ただ今回ですね、ちょっと鉢がちょっと小さいですので、この鉢底ネットで中身をね出して使いたいと思います。その方がこのネットがない分少しでも土の容量が入りますので、はい、で鉢底石も、まあ、そんなに入れすぎないでも水はけの良い配合にしてますのでね、大丈夫だと思います。鉢底がこう隠れるくらいの鉢底石を入れました。土を入れていきます。先ほどほぐしたクリスマスローズを据えます。クリスマスローズは気持ち深植えにします。あれが欲しいな、箸。この棒を見つけるのにめっちゃ時間がかかりました。特にこの辺が一番土が入りにくいので、このような棒でこうつつきながら、あの空間ができないようにしっかり入れていきます。特にこのポットの大きさを変えない場合は、土の入るスペースがすごいちょっとしかないので、土がね入りにくいんですね。でこういう場合はね、必ずこの棒でつつきながら、はい、土を入れていってください。はい、これくらいでいいかなと思います。このスペースですね、これをウォータースペースと言います。ウォータースペースは2センチぐらいあった方が、水やった時にね、こう土がわーっと溢れ出にくいんですけれども、今回そんなに鉢がね大きくないですので、少しウォータースペースは少なめになります。1センチぐらいしかないんですけれども、こういう場合はね、水やりはあまり勢いよくやらないで、少しずつやればウォータースペース1センチぐらいでも大丈夫です。はい、はい、それでですね、気持ち深植えになっておりますね。もともとあった表面より気持ち土が深く入っています。本当に気持ちです。これくらいの深植えにしておくといいと思います。植え替えが終わりましたら、お水をたっぷりあげておきます。先ほども言いましたように、ウォータースペースが少ししかありませんので、お水やりはゆっくり静かに与えていきます。特に最初の水やりは何回にも分けて丁寧に行います。最後に今後の管理についてご説明します。フルハカットにつきまして、秋にフルハカットされる方もいらっしゃるかと思いますが、あんまり早くフルハカットしますと花芽になる予定の芽が葉芽になってしまうことがあるそうです。葉っぱが汚い場合は私も我慢できなくてむしっちゃうんですけど、このように葉っぱが汚くなっていない場合は
12月くらいにフルハカットをするようにしています。どれがフルハカと言いますと、これが春に出た葉っぱで質感がガサガサしていますよね。これがフルハで、こちらが出てきたばっかりの新葉です。このガサガサした方の葉っぱを12月にカットします。水やりについてです。新葉が展開して成長期に入りましたので、お水は切らさないように、やりすぎてはダメなんですけど、カラッカラにさせないように注意します。置き場所です。夏の間完全日陰で管理していましたら、これからの時期は半日陰くらいの場所、または日当たりの良い場所に置いて管理します。鉢栽培の場合は動かせるのがメリットですよね。肥料につきまして、植え替えしたばっかりですので、2週間以上経ってから固形肥料を開始します。こちらは植え替え予定のない株なんですけど、このような株の管理方法につきましてご説明していきます。水やりと置き場所については先にご説明した通りで、植え替えしていない株はすぐに固形肥料を開始して大丈夫です。こちらはプロミックという固形肥料です。このようなフラワーボールでも大丈夫です。使用量につきましては鉢のサイズによって変わりますので、裏面の説明欄をよくご覧になってください。この鉢は6号くらいですので3粒入れていきます。置き方は固めないで3箇所に離して鉢の縁の方に置きます。株元近くに置きますと肥料焼けを起こして株が傷んでしまうことがあるので注意してください。置くだけでも大丈夫なんですが、鉢を移動したり水やりで肥料が動いてしまうことがあるので、軽く土に埋めておくといいと思います。あと虫が出て新葉がかじられちゃってましたので、オルトランをふりかけして害虫対策もしておくと安心です。今日はクリスマスローズの植え替えについてできる限り詳しくご説明させていただきました。いかがでしたでしょうか。植え替えしたいクリスマスローズの鉢がありましたら、ぜひこの時期に根を崩して植え替えしてみてください。それでは今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。